皆さんこんにちは。西武渋谷店化粧品売り場から新しい彩りと新しい表現のメイクで秋をまとうことの楽しさを整形級メイクで話題のメイクアップアーティスト YouTuber のギュテさんが8月2日から4週にわたり毎週月曜日に秋メイクのポイントをおすすめしています。今回の第4回目はリップ・チークの最終回となります。ぜひ最後までご覧ください。皆さんこんにちは。メイクアップアーティスト YouTuber のギュテです。本日もご覧いただきありがとうございます。今回も西武渋谷店さんからこの先使える秋のチェンジアップコスメの方法をご紹介します。今回が最終回になりますのでぜひ最後までご覧ください。はい、最終回の今回はリップとチークをご紹介していこうと思います。先にね、リップの方が多分手が込んでる気がするのでチークからご紹介していこうと思います。今回使うチークがこちらです。めっちゃパッケージが可愛い。僕シルバー大好きなので、もう僕このシルバーパッケージにもときめいちゃうんですけど、ジバンシーさんですねのプリズムリーブルブラッシュというチークからになります。結構ね、パウダーで4色入ってるジバンシーのパウダーすごい有名なんですけど、これも4色入ってるチークになります。これも新作で登場しております。中にね、パフが付いてて、このちっちゃいパフまで可愛いですね。本当にこんな感じで4色入ってます。微妙にカラーが違う4色が入ってるチークで、めっちゃ可愛いですよね。チークを4色混ぜるって発想なくないですか。すごい可愛くて、これを使っていきます。こうやってするとね、またね、うわ、ジバンシーの柄が浮き上がるんですよ。ジバンシーファンはもうたまらないですね。これを使っていきますと、この2人で塗れちゃいますね。これこのね、僕いつも塗るときは頬骨を短くするポイントがありまして、逆にこう C を描くように塗ると頬骨が消せるんですよ。なのでこういうふうに内側にね C の字を描くようにすると、ここが削れるので頬骨が目立たなくなるんですよ。チークもシェーディングと同じぐらい顔の骨格を作り変える効果があるので、チーク塗らない方たまにいらっしゃいますけど、もう本当に絶対損してます。本当にチーク大事ですよ。色味がないメイクの時とかチークでやるだけですごく印象変わるので、こんな感じでこう可愛くなりすぎるからチーク塗らないっていう人いるんですけど、僕の場合は全然可愛くしたくないじゃないですか。だけど毎回必ずチーク絶対塗るので、骨格を変える効果があるので、こうやって逆にこう C を描くようにしてあげると頬骨が削れます。こんな感じで、で僕最近いつもチークするときにこの鼻にもチークを塗ります。鼻チーク、鼻にチークを塗ると血色感が足されるのプラス、ここのほっぺと統一感が出るので、立体感が統一感が出るのプラス、鼻が若干ここね強調されるので、ちょっとアップノーズ気味に見えるんですよ、こう見たときに。そういう効果もあったりするので、鼻チーク絶対入れてます。僕いつも雰囲気めっちゃ変わって見えるし、統一感増すし、血色感も出るし、鼻も若干こうツンと上がって見えるので、すごいチーク大事なんですよ。この入れ方もすごい可愛いです。そう、緩めが若干足されましたね。で次リップ塗っていこうと思うんですけど、リップも2種類使っていこうと思います。まず塗るリップがですね、じゃん、見てください、これリップケースですよ。えみたいな、もう服じゃんみたいな。ツイードとこちら千鳥柄の素材もこうベルベットっぽくて、本当にこう上質な素材なんですけど、これリップケースで、有名なゲランですね、ゲランのリップケースです。これがね新色のカラーなんですけど、やっぱね秋冬っぽく、素材が結構なんだろう、本当の生地というか布っぽい生地、これがツイードで、これがちょっとベルベットっぽい素材なんですけど、めっちゃ可愛いですよね。もうこんなのもうカバンに絶対入れたくなるデザイン。これで使うんですけど、使い方がどうやってこれリップケース使うのって思うと思うんですけど、別でこうやってリップ単体で売られています。なのでこのケースはずっと繰り返し使えるレフィルタイプになっていて、今回使うカラーがですね、この新色のマットタイプのリップのカラーがミルキーベージュっていうカラーを使っていきます。多分今回出た新色のマットリップの中で一番ベージュ系の、色味が割と薄いタイプのものを使っていくんですけど、これをですねここにセットします。そうするとリップが完成して、ここをですね開けるとカシャッとミラーがついてるんです。ここになんて効率的なリップ、可愛いし、これでこうやって塗れるんですよ、出先で。で今日このねカラーを使っていくんですけど、
プレゼントいきますね。そしたらこの柄が一番可愛い赤のツイードで、結構ブラウン系のベージュのリップなんですけど、色味がすごいねくすんだ感じのベージュ系でめっちゃ可愛いので、これをベースにいっていこうと思います。結構ね、カラーメイクした時って割と目元に印象がつきすぎてるので、リップまで濃くすると結構ねガチャガチャして見えるんですよ。で僕の場合あんまり女性っぽくメイクしたくないので、こういう感じのヌーディーなベージュっぽいリップの方が結構こういう目の時は相性がいいので、このぐらいのリップをまずベースにでいきます。で塗る時は割とこのね横幅をなくしたいので、下は平行に塗って M 字リップって言って、ちょっと 上唇が上に上がったような可愛らしい唇にしていきたいので、上塗るときはこことここだけハート描くように上だけ塗ります。であとぼかすだけにしてます、いつも。そうするとここが塗られてないことによって、ここがキュッと上がって見えることによって、ここが下がって見えて、こうねちょっと可愛らしい口角が若干上がった感じの口に見えるので、印象が明るくなります。すごくリップもね塗り方一つで顔の印象変わるんですよ本当に。で若干こう指でぼかしていきます。結構男性でメイクする方とか、縁取りすぎるとリップをすごい女性っぽくなるので、絶対この縁をぼかしてあげるのがすごくポイントです。私女性の方もあんまりリップ強調したくないよって方は、濃いリップほど周りをぼかしてあげるとすごいラフに見えるので、結構ね馴染みやすくなります。すごくこんな感じで印象が割と変わったかなと思います。色めっちゃ可愛いですよね。この色血色感も残しながらベージュ系のリップなので、めちゃめちゃいい色で、やっぱね冬はマット系のリップ使いたくなるんですよね。すごいたくさん種類もあるので、ぜひチェックしてみてほしいなと思います。で次なんですけど、こちらです。ジバンシーのリップを使っていこうと思います。見てください、このケース。やっぱねケースってすごいテンション上がるので使いたくなりません？すごく。ここにジバンシーって入っててスタッツがついてるんですけど、めっちゃ可愛いですよね。これねジバンシーさん本人の直筆のラブっていう字なんですけど、めっちゃ可愛いんですよ。パッケージがここにもロゴが入ってます。このリップを使っていくんですけど、これがねめちゃめちゃいいカラーで、試していきますね。めっちゃ綺麗な赤で、濃く塗ると真ん中が結構ねボルドーっぽくなるので、テクスチャーも結構ツヤ感が程よくあって、すっごい綺麗なリップなんですよ。あとね香りがめっちゃいい匂いする、高級感ある匂い。はあ、めっちゃいい匂いするんですよ。これを内側だけ若干印象付けたいので塗っていこうと思います。ちょっとゲランのねリップケースのミラーを借りまして、これを内側だけに塗っていきます。本当に内側だけピッと、これぐらい、本当にこのぐらい塗ってあげて、本当はちゃんとねパキッて塗りたいんですけど、僕が塗ると結構ね土星っぽくなっちゃうので、内側だけの方がいいかなと思います。これを指でブレンディングしてベージュ系のリップとなじませていきます。結構ねピンク系の深い赤って感じなので、割とね色味が出るので、薄く塗っても全然このぐらい色味が割と出てくれるし、内側から色味が出てる方が自然に血色感あるリップにできるので、すごくいい感じだと思うし、目元が割とスモーキーにしてるので、あんまりこう口元可愛い色つけちゃうと目元のこのスモーキーなクールなメイク台無しになっちゃうので、このぐらいの色味がすごくいい感じかなと思います。めっちゃいい感じですね。どうでしょうか。これでいった全体のメイクのねチュートリアルが終わっていったんですけれども、ベースメイクから、アイメイク、そしてハイライト、シェーディング、あとリップ、チークですね、フルメイクで仕上げていったんですけど、全体的にバランスがすごくいい感じに取れたんじゃないかなと思います。結構ねそのアイメイクがスモーキーになりすぎちゃうので、チークだったりリップで若干色味を足しながら、目のスモーキーさを消さずに秋っぽさを残しながらメイクをしてあげるとすごくいい感じになるかなと思います。やっぱスモーキーなアイメイクってすごく他のバランスがすごい大事になってくるんですけど、まあ、ちょっと色味はあるけどあんまり明るすぎない若干くすみ系のカラーを使ってあげると相性がすごくいいかなって思うので、こういうカラーリングでやってあげるとすごい綺麗にまとまるかなと思います。はい、はい、という感じで4週にわたって僕のフルメイク紹介していきました。
本当に秋コスメたくさんいいものが本当にたくさんあって、ファンデーションだったりとか、あとシャドウとか、あとリップに関してもテクスチャーがやっぱね夏と冬で全然変わってくるので、秋ってすごく中途半端な季節に感じるんですけど、一番どっちの要素も取り入れて楽しくメイクできる季節かなって僕的に思うので、いろんなテクスチャー試しながらツヤ感も入れつつマットのリップも使いつつで、たくさんいろんなテクスチャー試しながらメイクを楽しんでほしいなっていうふうに思います。僕的にすごくねやっぱいいなと思ったのがこのやっぱカラーですね。緑のライナーが一番効いてるかなと思います。カラーメイクってすごく試しにくいなって方が多いと思うんですけど、秋とか夏とか冬とかそれぞれのカラーがあると思うんですけど、こうやってカラーのメイクを若干取り入れてあげるとすごく季節感が出て楽しめるかなと思うので、普段のメイクからワンランク上の自分のこう楽しみになるようなメイクをしてほしいなと思うので、ぜひぜひ参考にしてもらえたらなと思います。またね、そのシーズンごとでまたメイク発信していけたらなと思うんですけど、今回紹介したコスメに関してはこれまでの4週にわたって動画を出しているので、ぜひ何回も繰り返し見ながら参考にしてほしいなというふうに思います。では4週にわたってお届けしましたが、皆さん参考になったらすごく嬉しいなと思います。また次回ありましたらお会いしましょう。ピテでした。本日もありがとうございます。バイバーイ。